ださってありがとうございます。カービィ大好きアラゴーです。2024年新年初の動画はカービィカフェのレポです。動画の後半ではいただいたファンアートの紹介とコメントへのお返事をしていきます。ぜひ最後までご覧ください。カービィカフェは去年の11月から冬バージョンカービィカフェウィンターになっています。メニューやグッズ、店内の様子が2月いっぱいまでは冬限定の仕様に変更されています。撮影で重要な席ガチャは雪が積もったボックスが飾ってあるカウンター席でした。ミニチュアカービィは可愛い。そして今回のメインイベント、12月26日からの新メニューカービィのおかしなアフタヌーンティー、こちらを食べに来ました。メニュー表他とは別になっています。説明書き何やら文字数がとても多いので実際に来たら触れていきます。注文を済ませて到着を待ちます。11月に行った時は停止していた任天堂アカウントでのチェックインでもらえるステッカーのプレゼントが復活していました。 QR コードの読み込みで4種類のうちランダムで1枚のステッカーがもらえます。私は今回吸い込みカービィのイラストでした。こちらはカービィカフェザストアでもやっていますので予約なしで来店してももらえます。グッズコーナーを見ていきます。マフラーや手袋が売り切れてミニバッグとお財布が目立っていますね。12月からやっている大きなぬいぐるみがお得に買えるにっこりキャンペーンはまだやっています。カービィカフェプチのグッズも売っていて食べ物飲み物系が充実しています。チョコレートは12月22日に新発売したギフトにぴったりなグッズです。いよいよ注文したメニューが届きました。今回は2種類、まずはアートコレクションモレ、ウィンター限定柄が2種類あって、今回はリンゴを持っているカービィの柄にしました。ホットのチョコレート割れにしています。マグカップを持ち帰ることもできます。コースターはコック川崎がいるイラストでした。もう一つは新メニューカービィのおかしなアフタヌーンティー、見た目がカラフルで可愛すぎる。こちらのアフタヌーンティーのスタンドは別売りで発売されています。ゴール扉みたいなデザインですね。まずは上段、カービィの表情はゲームカービィのグルメフェスのオープニングと同じですね。緩んだ口元がバッチリ再現されています。レコード型になっているチョコもグルメフェスの再現ですね。チョコ&クッキーはプププランドのあれ、ピンクのワドルリーは蜂蜜レモンの琥珀糖でできていて、お顔はチーズになっています。下段見ていきましょう。ワドルディのお顔はミニチーズバーガーになっています。サラダには星のチーズ、生クリームの背のスコーンはグルメフェスでの呼吸能力ブロックと同じデザインですね。マキシムトマトのカップの中には温かいミネストローネのスープが入っていました。こちらのカップは過去にカービィカフェのストアで売っていて、現在は品切れとなっています。カービィカフェのグッズは定期的に再販されるので、そのうちまた再販されるとは思います。サラダ用にリンゴのドレッシングがついてきます。あとは選べるドリンクが2杯ついてきて、私は今回オレンジジュースとホットの紅茶にしました。お味はフードメインの下から食べて程よい量でした。ワドルディのミニチーズバーガーは小さいのにしっかりとした味付けで、テイクアウトで4個入りくらいで売ってほしいです。
上の段のカーディの下にある生クリームの中にはカスタードクリームがあって甘々で美味しかったです。注文したらミニココットをもらえます。満腹になっているカービィが可愛い。カービィのセプリンの容器、実はこのココットと一緒です。以上、カービィカフェのエコでした。この後は周辺のカービィショップを見ていきます。3店舗あってサクッといきます。カービィカフェザストア、基本的にはカービィカフェの中のグッズコーナーと変わらない様子でした。入り口の目立つところにはギフト用にラッピングされたセットが売っていたのが特徴です。パーティーリコ、カービィカフェがあるイーストヤードの1階にあります。お店の正面にカービィのぬいぐるみがいっぱいあって綺麗に並んでいます。店内には日常使いできるグッズも数多くあります。ツリービレッジ、カービィカフェとは反対にあるウエストヤード4階にあります。カービィカフェではカービィカフェオリジナルグッズの取り扱いメインなのに対して、こちらは一般販売グッズをかなりの種類取り扱っています。また一足早くバレンタインギフトのグッズも売っていました。今年のバレンタインぬいぐるみは吸い込み顔なんですね。以上、カービィショップレコでした。ファンアート紹介コーナー、いただいたファンアートを紹介していきます。今回はまんまるぽよさんからいただきました。お正月版ということで、神社の鈴がカービィになっていて面白いです。素敵なイラストありがとうございます。質問に答えようのコーナー。星のカービィの中でどのキャラクターが好きですか？私はどのキャラも好きですが、特に好きなキャラが4人います。主人公のカービィ、グッズを集めているうちに好きになってきたバドルディ、初めて遊んだゲーム星のカービィ2で最初に仲間になったビッグ、初めて読んだカービィ漫画でツッコミ担当をしていて見た目が好きなポキーブラザーズ、この4人が特に好きです。よかったら皆さんの好きなキャラをコメントで教えてください。お気軽にお待ちしています。今回は2024年初の通常動画でカービィカフェのレポをしていきました。今年も変わらず、いやさらなるパワーアップをしていきたいと思っていますので、よかったらお付き合いください。面白いなと思ったらいいねボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。